紫式部日記絵巻き、紫式部日記は、紫式部によって記された日記とされる。藤原の道長の妖精で宮中に上がった、紫式部が、1008年秋から1010 10年正月まで、宮中の様子を中心に書いた日記と、手紙からなる。写本は、宮内庁所領部像の黒川本が最も良いと、されているが一部記載については、他の写本が優れているとも、 写本の表紙の表題は紫日記とあり、内容にも紫式部の名の記載はなく、いつから紫式部日記とされたかは不明。全2巻であり1巻は記録的内容、2巻は手紙と記録的内容である。現氏物語の作者が紫式部であるという通説は伝説とこの紫日記に出てくる記述に基づいている。 鎌倉時代初期の13世紀前半頃に紫式部日記のほぼ全文を絵画化した紫式部日記絵巻が制作された。観光5年11月1日に土見門殿で催された厚平新王誕生後の50日の祝いの宴席場面。左絵門のただし藤原近藤が穴賢子この辺りに若紫やサフラフと 水退で戯れに尋ねる。紫式部日記絵巻より古写本には表題を紫日記とするものが多く、室町時代の源氏物語の注釈書、川海章には紫記紫式部が日記、紫日記、紫式部か名記といった様々な名称で現存する紫式部日記に含まれる文章が引用されている。 1010年に完成されたとするのが通説である。13世紀には、紫式部日記絵巻という資本着色の絵巻物が表された。作者は不詳である。なお、映画物語と一部文章が全く同じであり、同物語の後書きには、日記から筆写した旨記されている。中世の源氏物語研究の中では取り上げられることがほとんどなかったが、江戸時代に、 安藤貞明が紫や七論で取り上げて、以降、源氏物語の成立事情を考えるための第一資料とされるようになっている。本書の1008年11月1日の記述が、源氏物語が歴史上初めて記録されたものであることを根拠として、ちょうど1000年後の2008年が、源氏物語1000年期に、また11月1日が古典の日に定められた。 中宮明子の出産が迫った1008年秋から1010 10年正月にかけての書持が書かれている。司書では明らかにされていない人々の生き生きとした行動がわかり、資料的価値もある。自作、源氏物語に対しての世人の評判にや、明子の同僚女房であった泉式部、赤染衛門、中宮帝氏の女房であった清少納言らの人物票や自らの人生観に、 ついて述べた、消息文なども見られる。また、秋子の実父である、藤原道長や、道部帝である、藤原寄り道や藤原乗り道などの苦行についての、消息も、多く含む。よく話題にされる部分では、泉式部に対しては、先輩として、後輩の才能を評価しつつもその常時の奔放さに、苦言を呈したり、先輩にあたる赤染衛門には、後輩として、 尊敬の意を見せている。特に清少納言への表では、清少納言というのは、とても偉そうに威張っている人である。さも頭が良いかのように装って、漢字を書きまくっているけれども、その中身を見れば至らぬところが多い。他人より優れているように振る舞いたがる人間は後々、見劣りするであろう。そういう人間の行末が果たして良いものであろうかと、あって、実際に、後の、 古事団に似た話が記されている。そして、聖書納言の枕の奏詩には、人々の振る舞いへの批判的な感想も多く、紫式部の亡くなった夫が人に批判されるネタもあって、恨まれていたと解釈されている。いくつかの肯定書が出版されている。ありがとうございます。